い、どうも決戦日です。よろしくお願いいたします。お願いします。私たちとエピカは非常に相性が悪いんです。推しの白推しの地引きは視聴者さんにいただいたっていうバフを除いた場合ゼロなんです。ゼロゼロだったんだよ。今日は友達に選んでもらったら推しって出がちだよねの法則にのっとってゼノプロの唯一の友人2人がいるんですけど、その中の1人ジーズに一緒についてってもらって、一箱目この水木狙いの方はラスト1個だったんだけど、ちかさくん狙いの方は2個あったうちジーズに「ないなんじゃね」って言われた方を取ってきました。今回はちょっと思いの入れ方が違って、今回のラインナップ私たちがプロセカ始めた直後に始まったイベントのやつなんですよ。でポタちゃんに至ってはこの水木のバナー初めて走ったバナーなんだよね。そういきなりさポタちゃんから LINE 来て「ゼノごめん編集できない、水木のバナー欲しくなった」って言って編集サボってポチポチやってたんだよね。一日だけね。一日だけだよね、うん、サボったのはね。一生懸命頑張ってギリギリだったんでしょう。マジで一番下の順位称号しか取れなかったから、本当にプロセカのイベントってやばいんだなって思ったっていう感じなので、今日はちょっと熱がよりこもったイベントのカードになっております。いやーでもね、本当このシリーズ思い出深くて、水木ももちろんそうなんだけど、さきちゃんね、テラテラ大好きなの私これ。ゼノンから「この先どういうこと?」みたいな LINE がいきなり飛んできて、考察されとるツイート貼られてみたいな、めっちゃ覚えてます。私覚えてない。なんでやねん。今回は狙いのさきちゃんとみずきが例としてここに書いてあるわけですよ。これで引けたらもうよね。なんかさ噂ではシナジーがある子しか出ないんじゃないかみたいなのも言ってたんだけど、そうなんだよ。今までの記憶を掘り返したら記憶がない。そうだったっけ、うん、っていうね。まあそういうメタな考察はみんな一回捨てて、私たちのエンタメを楽しんでいただいて、一発目から出したら違うよ。ポダちゃんターン終わりだよ。はい、いきます。一つ目、運命はこちらに、ペン。おお、レオニカイトさん。イケメン。え、なんかこれエッチだね。絵のタッチがプロセカじゃなさそう。うん、いいな。というわけで二つ目いきます。ハローヒーロー、パウ。え、パウ。え、パウ。一発目から出したら違うよ。ポダちゃんターン終わりだよ。はい、カホ。これで今までやらせを疑ってたキッズたち顔面真っ白になったはず。こんな困ってるうちらを見て。とりあえずおめでとうポタちゃん、あなたはもうゴールだよ。よっしゃ、初めてのイベントの水木で、じゃマジで一番嬉しいかも。さすがにでしょう。これが一番嬉しいかも、マジで。さすがにでしょう。超好きなんだよねこのカード自体。というわけであとは私がさきちゃん出すまでっていうことですか。そうですよね。ありふれた言葉に乗っかって、え、テラテラ私さすっごい好きでさ、プロセカの曲の中で好きな曲ランキング割とトップ3。わかる。テラテラ、愛なんです、可視化、ね、結構その3つかも。わかるよ。わかる。わかるよ。え、どうする、この流れで私さ、さきちゃん出しちゃったら。この開封は一旦 OK。 マジウケ。いきまーす、せーの、ジー。すごい。どいやー、いいね。え、ちょっと待って、字大きい系の女の子みたいな筆跡してて、僕めっちゃタイプです。可愛い字練習した丸さはあるよ。あるよね。それがいいんだよ。2個目、はい、パラパン。あっ、可愛い。かなで。うわー、いいじゃん、似合う。え、私このシリーズさ星音この2人持ってるわ。ってことじゃ、いく、どうぞ。確かにポタちゃんがだってここでさっき出したらね、なんかいろいろむずいよね。僕もうこれのテンション超えれないんだもん、絶対に何が起きても。いきます、3拍目、パラパン。牛乳を飲んで身長伸ばしたいレン君。隣の席でこんな笑顔向けられて牛乳飲まされたら飲む。いや、私の持論なんだけど、幼少期に牛乳をいっぱい飲んでよく寝てる子は身長が高くなるっていう、まあ、日本太古の昔から言われとるか。あとおっぱいが大きくなる。あー、みんな牛乳いっぱい飲んでいっぱい寝な。パラパン。これ良すぎるよね。うちらがこんなプロセカに急にドハマりしたんもさ、プロセカミリシラから知って、この子のこと性別ハテナって知って、初めてのイベントのビジュアルがこれなんだよ。こんなんさプロセカってなるやん。プロセカはやればやるほどキャラのこと好きになるんだけど、うん、見れば見るほどカロリーが高くて、見るたびに時が止まる。だから全然進みません。パラパン。あ、かぶりですね。はいはい、かぶり多いね。
ね。でもコンボはできるからね。それがねエピカのいいとこだよね。そうなんです。しかも安い。そう、ダン、うわぁこれ欲しいんだよ。見て、これさきちゃんのイラストで限定の次に好き。わかるわかるわかる、ね、いや私これも好きだし、あのバレンタインのロリータのやつも好き。うわいいね、うん、いいね、うん、ごめん、すすった、ロリータ。でも選んだらさきの特も出たよ。あるよ。あります。さきちゃん推しが被ってた子、ゼノンのことをめちゃくちゃ推してたんだけど、多分私と推しかぶりして私の推し折りしてました。え、エナなん？あるん？あ、星さんのエナなんか。え、いいね。え、これこのシリーズいいね。オフなんです、先生、みんなオフなんです。いきます、バン。お、きた、特訓前先。え、私選んだらちょっと幸先良くなってきてるんですよ。いいよ、2パック目。さあまだ白押しは1枚しか出てないけど、こういう時に喋ってたら出がち。ああ、1か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 、イヤホンパクパク。顔がいいよ、さっきから顔がいいキャラしかいません。待って、全部顔良かった。そうだよ。でも星の位置かはとりわけ顔いいよね。声もいいよ。さきさき、はあ、メガネカイトさん。え、これ惚れる。これやばない、このギャップ。これやばいね。これがこうなんでしょ。あと出てないのはイチカ特訓後、エナ特訓後、真冬、レンの特訓後。さきの顔めっちゃ低い。これで水エナだったらマジコメントの言う通り説はあるんだよ。神じゃない。でもそしたらいきます。はい、パラッパン。ああ、これ大好きなんだよね、テラテライチカ。うわー、リンゴの剥き方特徴的。クモの巣とかついてるんだ、模様。これ本当に良くないセンス、ね、神なんだけど。おしゃれなんですよね、プルセカはね。いちいちエピカは毎回ポタちゃんが先にゴールして、私が拗ねたら天魔出た、ここで別の天魔出す。あ、真冬、本日初真負担。真冬こういうカード多すぎてさ特訓前特訓後の神経衰弱やってもわからなさそうじゃない。絶対無理。え、これエピカ全部集めて神経衰弱したら絶対楽しいじゃん。裏で予想できるもん。逆にいいね。ね、というわけであと3パックなんですけど。早ない？いやー、でもここでさ、そのメタいいやつ破ってさ、うちらメタ嫌いないよ。ここでそのメタ破ってさきちゃん足したい。いきます、せーの、はい、イチカ、かぶり？かぶりだ。え、こんなかぶるっけ、ピカって。2枚まではかぶるはず、確か。あな、もうこれでかぶりはもうない。せーの、はい。うわー、え、やっぱそうなん？そういう風にできているなんかもしれんね。見て、この筆跡の個性。かなで真面目なんでとよね、ちゃんと止め、跳ね、払い、結構ちゃんとしてんだよ。いや、いいね。好きってことは最後は、もう出ないもんね。あ、もう多分、おそらくない。じゃん、あー、かわいい。特訓前エナナン、じゃん。あー、特訓前かなでカップラーメン、体に悪いですよ。じゃん、あー、特訓後マフタン、そして、レン君。あー、いいね。というわけで次ですね、こちらも私が天馬司くんを好きになって初めてのイベント、183回言われました。イベント今ないんですかって、圏外です。いや、ゼノプロはソシャゲイベント走らないぜなんですよ。だから今後もいっぱい聞かれると思うけど、基本的にはっていうか走ってたら多分言ってるよ、ね、うん、そうね。いや、さっきのさダークな感じと比較してちょっとプロセカらしいね。そうだね、カラフルな色合いでいいですね。見て、司の顔。でも笑えよ、でもキラキラお星様、天魔はスターのお兄ちゃん。みのり、何かと限定カードでは司と一緒になりがちで、私はみのりを引きがち。もうみのりの限定全部もんでるんじゃないぐらい引いとるもんね。いや、今回も逆にさ、ウェディング可愛すぎて出るんじゃねと思って引こうと思ったけど、ちょっと待った、そうじゃない、ガチャはそういう気持ちで引いちゃダメ。推しのために残すべき。そう、彼のためにね。かわいい、彼女。ポニテ似合うやん、お前。いいね。え、汗なめたり。汗ラーメン販売開始。ひも、奏の汗で白石の髪の毛つけ麺し、ダン、あぁ、顔面偏差値。私このストーリーちゃんと読んだよ。よかった。思ったより切ないストーリーじゃなかった。ああ、あのさ、最近好きな星音がこの中から出るよみたいなさ、優勝ガチャあるじゃん、うん、あれでさ、ニコニコのみんな選んだ中唯一号泣のアンさん出た。そのアンさんのセリフが、うわ、
でした。あーむ弱すぎ。うん、大好き。脳内再生余裕すぎるもんね。100回聞きたいよ、ね、あーむ弱すぎ。絶対言う。司を避ければ避けるほど確率が上がってくから、ここは私の司のなさ運を集結させてジージを信じる。はい、いきます。パラパン。え、これめっちゃ好きなのこの歌。やばくない？この色彩がさ、わかる、最高じゃない？富山に来てたプロセカ広告、篠ノ目エナでした。最高です。篠ノ目エナがいいなって思うたびに、篠ノ目アキトとの関係いいなって思ってサラマンダー聞いちゃう。プロセカあるある。よし、エナなんのサインを出そう。おととぎす。いや、わからん。その説が正しいのならですからね。このストーリーでさ、そんなとこまで言うんだっていう意外なところがあって、ルイくんが司に向かって、司くんは演技は憑依型じゃなくて演じて寄せてくタイプだから、この役は合わないって言ってて、ルイくん演出がすごって、そこまで言い切るんだね。そう、本当にこの作品キッズが好きなんかって思うぐらい深すぎてちょっとびっくりしたよね。だよね。え、本当に指揮者の私服が着たい。ねえ、これどういうセンスでルカさんのここ黄色にしようってなるんかね。やばい ね。いや違う、メタ考察はやめるんだ。使えな出ろ。司ただの一枚ですら出ない。かわいすぎ。なこれかわいい。え、ラブライブに来ない？なんかスカウトした。違うか。そんな機能あったっけ、プロセカ。で、行くか。今はなきスクフェス勧誘の音。てん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 ちょりん。うわー、どう思うこの前髪。この顔で生まれたらとっても人生楽しいんだろうな。羨ましい。羨ましい。さあ、司一枚も出てない。ここで出す。ばねねちゃんも出てない。確かに。てか、ワンダショ全然出てないんだよね。上白ルイの顔に生まれて、この顔の幼馴染追ってほしい。やっばくない？秋山瑞希と腐れ縁なんぜ。やばくない上白ルイ。上白ルイやばくない？だって僕がさ、ゼノン君とか言ったらキモくない？おじさん公文に急に変わるもんね。ね、上白が言ったらかっこいいんだよ。ゼノン君、今日は元気かな？司くんが出てなくて悲しいかな？でも僕が司くんを出してあげるからね。かわいい。司押すのやめた方がいいかな。本当に出ないんだけど。今選んだんだよ。ね、今この話をしてるうちに、さっきまでは選ばずに出してたから、選んだら司出るじゃんの流れやろうと思ったん。ワンダショ司以外でと。ここまで金箔出てないってことは、司も出てないってことは、間違ってサイン2個くらい書いてあるかも。司に裏にも裏にもあるかもしれない。ゼノンさんって書いてあるかも。そうそうかもしれん。それぐらいの距離がいい。ゼノンくんおじこぶ。でもそれでもいい。司サインください。あ、大人だ。うわぁ、ニゴルカさん、何この服。めっちゃいいよね。何この服。こう掴みたいもん。ね、これだって枕やん。わかる。え、枕にさせてください。違うか。あ、おじさんってきちゃった。いやでも、やっぱ司は、私がね、他の圧倒的スターを好きだから、俺が出るのは違うみたいな謙遜しそう。ねっ。見てこの表情。物憂げな顔すんな。キラキラ星、司。これで、売り出し始めるさ、プロセカ運営に物申したい。動画あげよう。笑顔のカードの方が売れると思いますよ。でも話題になるのは、暗い顔だよね。あー、かわいい。めっちゃうん。そうだ、ワンダホイの志、私に全然なかった。だっておじさんになってたもんね。ゼノンだって M ちゃんと真逆の存在だからね。だから M ちゃん逆にいっぱい出るんかな。そうそうそう、他人分補おうとしてくれてる。そうだよ ね。じゃあよーし、これで司くんいくよー。せーの、ワンダホイ。あー、この気持ち足りてなかった。そう、あの気持ち。エムちゃんだって頑張ってワンダホイしてる。頑張ってワンダホイ。エムちゃんは頑張ってワンダホイしてないよ。ダメだよ。なるほど、特訓後は全部出たのか。本当にあと出てないカード自体はネネの特訓前で、あとかぶりとキラキラお星様。これは本当に特訓前のネネちゃん。はい、さらっとワンダホイ。
あーそっか、そうだよね、これは出なきゃいけないもんね。そうだそうだ、はい、サイン前かなで出ましたと。いやー素晴らしい。あと2パック残る戦いはあと4枚。じゃあ今までみんなの統計上で同じユニット同じイベントでしか出なかったとしても、ゼノプロはここで買える。それができるのがゼノプロだから。いきます、お願いします。未来のスターゼノプロによる神回復よし、かわいい。特訓前ねねちゃん。え、これ何、オカピー？めっちゃ可愛いんだけど。オカピーの巨人だよ。え、こんな可愛い巨人だったら食べられていい。すごくない？あと完全ランダム3枚だよ。すごい。裏見る色。そこでもしも打書がなかったらガチ悲しいよ。いくよ、じゃあこっち1枚しか入ってない方、ねねちゃんの特訓前が出た方。はい、紫だ。え、マジで、ラストパック。はい、そしてうわー、つかさない、はあ、というわけで、じゃあ緑からやばいっていきます。もわ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 よかった。ここで実りの金箔が出てたらゼノプロ2人は喜べない結果になっていたし、そして実り推しの手にも渡らないことが確定しまうから、本当に誰も幸せにならない結果になってしまうところだった。ありがとう実り、出る場所を選んでくれて、君はできる子だよ。というわけで残るはニーゴのみ、そして金箔はエナかルカ確定です。ここでエナランが出たらポタちゃんは完全勝利。やばい、せーの、待って。